さん、みなこんにちは、ずちゃんです。ずちゃんです。今日も動画を見てくれてありがとうございます。今日の動画は文旦が撮りたいと言い出してカメラを回してるんですよなんで今回はね、るーちゃんは不在ということです。私が後ろ立ってます。今回の動画は台湾人女性と付き合ってね、変わったことをね、皆さんに紹介していきたいと思います。台湾人女性っていうか私ですね。まあね、主にルーちゃんです。まずいい点の一つ目、ルーちゃんに尽くすようになりました。それは私もすごく思いました。まあ東京に来てからルーちゃんと今同棲してるんですけど、時間が合わないんですよね、仕事の。結構自分の方が最近早いんですよ、帰りが。でルーちゃんの方はちょっと遅めなんですよね。送り迎えをねするようになりました。文旦がリモートの日が多いんですよ。でそれで私が結構出社する日が多くて、なので帰り時間が本当遅くて、ルーちゃん帰るのが遅いからね、すごいね心配になってね、送り迎えしちゃう。ありがとうございますいやだって夜遅くに、まあ、それこそ10時とかだったらさ危ないじゃん。もしのもののことがあるからね、それはちょっと怖くて送り迎えするようになって。文旦が毎日駅まで歩いて15分ぐらい私を迎えに来てくるんですよ。でそこはすごく感動ですね。別にやってほしいとかそれも言ってなくて、来なくていいよって言っても絶対現れてくるんですよね。まあでも帰る時間を絶対にスクリーンショットして送ってきてくれるんですよ。違うの私もしてるんですよ。文旦が絶対迎えに来てくれるのがしてるから、じゃあスクリーンショット送らないと決めた日もあるんですよ。で送らなくて、そして文旦がすごくいずいずいずで聞いてくるから、あー文旦が散歩しないかなと思って、ちょっと文旦の気持ちを考えてやったんですよ。そうなんだ。あなたのためなんですしかも帰り際ね、カバンを全て持ってあげるサービスをしてあげてるんですよ。それは嬉しい重いんです、パソコン。いつもねパソコンをね持ってって持って帰ってたりしてるんで。ありがとうございます。ちょっとね緊張しちゃうんで、るーちゃん退場してもらいます。バイバイ。はい、バイバイ。2つ目のいい点としては、経済管理をね、自分もよくするようになりました。これはすごいことなんですよね。昔からね、貯金するのは結構得意だったんですよ、自分は。まあ、管理まではしてなかったんですけど、まあそれで貯金する癖はついてたんですけど、経済管理をね、なかなかしてなかったんですよ。明細が来るんで、それでちょっと確認するぐらい。月にいくら使ったとか。で、使いすぎた月は、その次の月はあまり使わないようにしたりとか、自分で調整はしてたんですよ。なんですけど、ルーちゃんは毎日ね、すべて記録して、もうアプリとか使ったり、すごい経済管理が得意なんですよね、ルーちゃんは。楽天ポイントとか、もう自分全然システムがわかんなくて、すごいね、損をしてたってのがあります。ここはね、ほんと、ルーちゃん見習うべきだなと思って、今ね、見習って、結構ね、経済管理をするようになりました。いい点3つ目といたしましては、部屋をね、すぐに片付けるようになりました。あんまり言いたくないんですけど、結構片付けするのが苦手なんですよね、自分は。食べたものとか、あとお皿とか、すぐに片付けようとしないんですよ。もうテレビ 見ながらもし食べるじゃないですか。そのテレビが終わってから片付けたい人なんですよね、私は。まあたまに片付け忘れてそのまま放置しちゃったりとか、まあそれは自分でもダメって分かってるんですけど、ルーちゃんはね、食べたもの、食べたお皿もすぐに片付けないと、気が済まない性格なんですよ。すごいいいなと思ったんですよね。自分なんかめんどくせえなとか思ったりとかして結構ねそんな放置しちゃうんですけど、もうルーちゃんもすぐにやんなきゃね怒っちゃうんですよ。ルーちゃんがいない日に食べ終わったものが置いてあったらめちゃめちゃ怒られたりとかして、そういうのでね結構ね粛清されましたまあ粛清って言っていいのかわかんないですけど、まあ、結構ね直すことができました。部屋をね綺麗に維持することがねできて、自分的にはルーちゃんに感謝しております。続きましてね、いい点4つ目、スキンケアをね重視するようになりました。結構ルーちゃんが仕事の関係でたくさんのスキンケアをもらってきて、結構ね試す機会が多くなったんですよ。それもねルーちゃんにすごい感謝してるんですけど、いろんなものを使えるようになって自分でもやってて楽しくなったんですね。あこれ肌すごい合うとか、あーまあちょっと合わないかなとか、これ好きだとかいろいろあるんですけど、ルーちゃんと試せるのはすごい楽しくなってスキンケアすごい好きになりました。あとルーちゃんすごいスキンケアの知識がすごいいいんですよ。まあ、ルーちゃんの肌見たらわかると思うんですけど、すごい綺麗なんですよね、毛穴とかなくて。まあ、それを毎日のスキンケアとか知識がすごいんですよ。マッサージしながらスキンケアとかしたりして、横顔をきれいにする運動とかいろいろ教えてもらったりとか、美意識が高いんですよ。で一番びっくりしたのが水蒸気が出てくるやつ、あれしてすごいなんか浸透させたりとかして、すごいね美意識が高いんですよ。もう元々ね大学生の時からもうほとんどスキンケアしてなかったんですよ。風呂上がりに化粧水パッとつけるぐらい、それで終わってたんで、まあニキビとかもね結構ね出たりとか、毛穴とかね広がったりとかして結構困ってたんですけど、
まあそこはね、ルーちゃんと出会ってから結構変わったとこっすね。すごい気をつけるようになりました。でおかげで肌もねピカピカになってね、それもねルーちゃんにすごい感謝してます。ありがとうルーちゃん。ここまでね4つねいい点述べたんですけど、悪い点2つ、これちょっとルーちゃんにも聞いてほしいから、ルーちゃん呼ぼうかな。ルーちゃん、ライ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 。ちょっと今からあなたと出会って悪かった点2つ述べちゃうから。え、2つあ、よほら見て、もうあなたのティッシュがすぐ捨てないと、まあ、こうやってすぐ怒られちゃうんですよ。ゴミはちゃんとゴミ箱に捨てないと、ゴミ箱の存在する意味がないよ。ゴミ箱かわいそう。ゴミ箱のことまで気をつけてるんだ。そうだよ、でゴミ箱の気持ちを考えてあなたに言ってるの。そしたらね、悪い点をねまず1つ目から言っていきたいと思います。これ悪い点って言っていいのかわかんないんですけど、タオルをね洗う頻度が減りました。もともとね大学生の時とかは毎日洗ってたんですよ。もうしかも毎日洗ってないともう気が済まない性格だったんですよね。もう風呂上がってすぐに洗濯機入れて洗濯する、で次の日はまた綺麗なタオルを使ったりとかね。なんか昔ねルーちゃんと話したことがあって、タオルってルーちゃん毎日洗う派みたいな聞いてたら、いや私はそこまで洗う派じゃないみたいなこと言ってて、違う違う、あのタオルと思ったら顔を拭くタオルと思うの。あ、本当？そう、体とは違う。いやだから体は毎日洗ってほしいの。だからなんかあの3日に1回ぐらいかなみたいなことを話してたの。だから俺はもう、あ、ルーちゃん3日で1回でいい人なんだと思って、自分でも試してみたの。3日に1回洗ってみようと使ってみたらいけたんですよ自分は。え、これはね言葉の壁ですよ。言葉の壁って何？タオルで言われて買おうと思ったの。え、じゃあ毎日洗ってほしい？いや、しなくてもいいんだよ。どっちだよ。しなくてもいいと思う。で個人的にはね、まあ3日で1回でもなんか良くなったなと思って、意外にいけるなって思いました。じゃあ続きましょう。はい、どうせ私全然気づいてないし。悪い点2つ目といたしましては、喧嘩がすっごく激しくなりました。昔から自分はね喧嘩あんまり好きじゃないんですよ。あ、これ喧嘩始まるなって思ったらもうすぐ黙っちゃうか寝ちゃうか逃げるタイプなんですよね。もう皆さん聞いてください、これが喧嘩が好きじゃないじゃなくて逃げてるだけなんです。ルーちゃんのはもう理不尽に攻めてくるんですよ。ずっと聞いてるともうこっちも爆発しちゃうんで、もう爆発したらもうお互い言い合いになってもう止まらないんですよ。だから気持ちをぶつかった方がいいと思うんだよ私、うん、ルーちゃんの気持ちが激しくなると私たちちゃんとコミュニケーション取ってるんだって私思っちゃうの。そう、だから嬉しいになって、そこが俺ちょっと苦手なの、ちょっと悪いなと思う。俺も最近はもう挑発に乗ってもうめちゃめちゃ討論するんですよ。でお互いバー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 っつって、もう最終的には疲れたらもう寝るみたいな、お互いそしてもう仲直りそうで、もう次の日起きたら普通の日常生活に戻るんですよ。その気持ちをぶつかった方がいいんじゃないかなとは私の価値観かな。うん、まあそれもあるんだけど、まあ時間が解決してくれる時ってあるじゃん。ないそれはありません。私と運動の中の約束があって、喧嘩は翌日までには持っていかない。だから最近はもう逃げないでバトルしてます。バトルしようぜ、ポケモンバトルじゃないんだよ。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回はね、いい点4つと悪い点2つ、まあ悪い点3つ言ったかもしれないけど、そんぐらいね変わった点がありました。個人的には良くなったなと思ってます。どう思う、ルーちゃん。私、ルーちゃんはいつでもいいと思うよ。最高な答えだ。そこ笑うとこよ。ということでね、今回の動画を締めたいと思います。今まで見てくれてありがとうございます。これからもねこういう動画をどんどん撮っていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。ではまた See you next time、 バイバイ。バイバイ。君と終わらない歌を歌おう、たとえ夜が明けようとしても